マグヌス・モーアンは、ノルウェー、リレハンメル出身のノルディック複合選手。モーアンは、リレハンメル生まれで2歳の時にトロンハイムに移り住んだ。現在バイアソンイルクラブに所属し、オフシーズンは、ドカノーが A、S で働いている。この会社は、ドカオーストリアの姉妹会社で、建設型枠材料の販売、リースを行っている。2002、 03シーズンにワールドカップにデビューするが30位台の成績でこの時は定着できなかった。翌2003、04シーズンは開幕から定着して2004年1月2日のライトイムビンクルでワールドカップ初優勝。総合8位となった。2005年の世界選手権で団体金、メダル、個人スプリント銀メダルを獲得。このシーズンのワールドカップ総合5位となった。 2 0 0年のトリノオリンピックでは2個のメダルを獲得した。2月11日の個人軍団戦前半ジャンプ、モーアンは97.5メートルと97メートルを飛び237.5ポイントを獲得した。ジャンプで首位に立ったゲオルクヘティヒから1分40秒遅れで、後半クロスカントリーをスタートすることとなった。15キロメートルを39分44秒6で、 走り切り、優勝したヘティキから16秒に遅れて、同僚ペッテル・タンデとの写真判定のスウェードメダルを獲得した。2月21日、個人スプリントでは、オーストリアのフェリックス・ゴットワルトに次ぐ銀メダルを獲得した。このシーズンのワールドカップでは、総合2位となった。2007年の世界選手権では、個人スプリントと団体で銀メダル2個を獲得。 2009年の世界選手権では団体同メダルを獲得した。2008、09シーズンのワールドカップでは7勝を挙げて総合2位となった。2010年のバンクーバーオリンピックでは個人ノーマルヒル 10km9 位、個人ラージヒル 10km で15位、団体で5位に終わった。自国開催の2011年、ノルディックスキー世界選手権では個人のマルヒル 10km14 位、個人ラージヒル、10km 危険、団体ノーマルヒル、団体ラージヒルともに、銅メダルと母国の期待には、十分応えられなかった。ワールドカップでは、同シーズン終了時点で、通算18勝を挙げている。2005年のホルメンコーレンスキー大会で優勝、また、ノルウェー選手権では2004年に、グンダーセントスプリントの2冠になっている。 ありがとうございます。